ポケカのすごいのをいたくしてくれて、すごい緊急で売れたっていう。そう、これは怪力リザードじゃなくて、ナンバーワントレーナーっていう、そのポケモンカード優勝した時の、そう、優勝商品のトロフィーにカード入ってるやつ。あれ、いくらで売れたんだよ。2600万。2600万で売れたんだよ。中津さんの家から発掘されたカード。やばくないですか。弟さんが、その、優勝したんですよ。そう昔大会、初期の大会優勝して、家に眠ってたんですよ。で結構日焼けしてるのに、まあ、思えば、怪力リザードとか普通にあったんですよ。こんな値段なってるんやって言われまして、全部捨てたんです。それだけ残ってたんですよ。使われる時は品重を考えたんですよ。怪力リザードも捨てたんですか。全然ないし、ポケモンカード捨てました、ね、引っ越しで。トロフィーだから捨てなかったと一番捨てて、もういいや。やば、そうっすよね、当時ね。でも、トムハッピーと出会ってなかったら、そう。レーモンクラーのイベントで出会って、コーヒーがやればやってしてくれて、もうありがたいですね、本当に。やばいですね、ありがとうございます。すごっ。専門ではないんで、このハッピーが深夜があったからこそ、そのレーダーで海外の人が。ね、これ海外好きって言ったんですよ。そう考えると、レーモンクラーって100カードで全然書けないんで、あれもさっきのレーダーが出させてもらって、クラウドゲームもやるんで、全然プラスになってるんですよ。あ、それあんまり分かんない。レーモンクラーの昼ドラで出会った社長、社長と金ちゃんと打ち合わせする時間を買うみたいな感じがあって、てかもう、これをつけてるって言っちゃったら、死んじゃった、除去されちゃった、死んじゃったって時間5万円だったね、営業してきてくれた23歳、今25歳、そうなんですよ。経営者が今度新しいカードが一緒に共同出資で会長社長でやるっていうカード屋さん、そうですね、構築であれば労働者とお目に入れてカードでカードできとか、コードがやるのがネットゲームで止まってやるのがカードなんですよ。コードがやるのがカードだから全然素晴らしいです。